はいどうもロッテアですはいえーと今日は本当に日付変わってすぐですね。昨日のまあえとタイトルにもなってるけど、切り抜きをね、1本、ひなちゅんのやつをアップしたんで、その関係もあって、ちょっと疲れたから、今日ちょっとあの完全オフをしてましたね。普通に Twitter とかでめちゃめちゃあれしてたから、休んでたのかって言われたらそうでもないんだけど、本当に。 それ以外は何もしてな,い感じかなうんまあでただねちょっとあのー、分かる人にはもしかしたら分かるかもしれんけど鼻声がっつりないよねさっきもスペースやってた時なんだけど鼻鼻ずるずるずる,ずる今もそうだけどなってるからまだあのがっつり風邪をひいちゃってるみたいで、うん、あの厳密に言うと23日前にやられてるんだけど23日もっと前かもしれん。<laughs> 4日ぐらい前かもしれんけどぐらいにまあその引き始めみたいな感じがあってそれがなんかえと昨日今日今ぐらいでちょっと軽くひどくなってる <laughs> あのひどくなってるって言っても熱があるとかそのがっつり体調が悪いとかじゃなくて鼻にきてるね単純になんかあのー まあ時期的にそんなに花粉がワンワンもっとね花粉はもっと前の時期に来てたからむしろんーまあないないくはないんだけど花粉もねあるっちゃあるんだけど花粉のそれじゃないんよね今の,あの目とかはかゆくないしあの花粉の時は目もかゆいから分かるだから風邪ないよねがっつりが今鼻に来てる状態なんであのね これめっちゃ個人的なことなんだけど、鼻に来るのが一番だるくて。風邪あの頭が痛かろうが熱があろうが。まあ咳が出ようが割と。まあ楽ではないけどね。だるいのは全部だるいんだけど、正直鼻に来るのが一番きつくて、何がきついかっていうと寝れないんよね。鼻詰まって。あれが一番だるいかなで寝れないからさ。余計治んないじゃん。風が。うん、寝不足になっちゃうから。 寝苦しいから寝れてると思っても途中で起きたりしてるし、うんまあ、だ,からだからちょっとや今日一日休んだっていうとこもあったんだけど、逆に寝れないからツイッターにかじりついてあんまり休めなかったみたいな。あのね、今日ちょっとね、やることがあったりするから、その今日のためにもちょっと休んどきたかったんだけどな。まあまあしゃあないかな。場合によっては引きずらすかもしれんけど。はい。えっ、ー、とまあそ,そんな感じで切り抜きを、えっ、ー、と、 えとアップされたのは今日の朝昼かな、うん、今日じゃないかも昨日の昼かな、うん、なんだけどえっ、ー、とまあ作るのはおとといにね作ってたよね、うん、でえっ、ー、とまあ再生はそれなりかなまあ言うてもその大手ではないんでねあの今話題になってるとはいえ大手ではないんでまあ そ,のそんなにめちゃくちゃ回ることはいきなり回ることはまあないかなと思うけど話題にはなるかなと思ったりしてでまあそれについてなんだけどまああの全幅で俺も好きだなと声も好きだし歌もめっちゃうまい好きだしあのま,あまあ言ってもその長尾で 3D じゃないけどまあねその実際に AV とかに出られてる方なんで。 その実際のね姿ももちろんお綺麗な方だしうんめちゃくちゃ好きなんだけどあのだから別にその話題性で乗っかってまあ最初はそうだったよねぶっちゃけ話題性でってのもあったんだけどあの今となってはその切り抜きをじゃあ俺正直話題性だけだったら切り抜きは作んないからねあのこうやって語ることはあったとしてもあの切り抜きまでは作らないんでだからまあそこはガチなんだけど。 まあ、ガチだからこそあのご本人があのひ,なひなちゅんが今そのものすごく沈黙を守ってるよねまあ当たり前といえば当たり前なんよその今の状況で下手に動いてもよくないしまあその各々のブランディングとかその、まあ、ロールプレイとかいろいろあると思うんだけど例えば今回の件で言ったとめるちゃんとかはまあ言ったらまあバンされたりしたけどねなんか2十 22回バンされたとか言ってたからね22回警告が来たよ厳密にバンあ,のあれ言い方がちょっと違うんだけどあのトめるちゃんの「のトめるフ,フ,フェニックスの」の配信を見た人あの葬式のね配信を見た人は分かると思うんだけどあの22回バンになったっていう言い方をしてたんだけどあれまあ厳密に言うと22回警告いわゆるストライクってやつねであの中でトメルちゃんよ。 あのトメラもおっしゃってたと思うけどあの3回警告が来たらアウトなんよだからストライクっていう言い方をするんよね要はあの3つストライクついたらアウトだよっていうことなんよで要はそれでバンにされるってことなんよ警告が3つついたらねまあイエローカードみたいなことなんだけどイエローカード3枚たまることはあんまないから実際、うん、あの基本的にもう2枚たまったらもう次レッド出るしねだからまあ言い方的にストライクっていう言い方をねそのよくするんだけど あのー、そういういものなんよ、ね、でそれが要は21個22個かついてたっていう話なの、うん。で、あのー、これもまあ、とめるちゃんが言ってた話なんだけど、あのー、7日間ぐらいその猶予みたいな期間があってその間になんかそのまあ異議申し立てだったりとか、まあ、あとその動画を消すだなんだがあったりとかまあいろいろできる期間があったりとかその準備期間みたいないろんなことができる期間があるんだけど。 その21はなんかねな,なんだっけなその著作権的なあれだったらしいよその警告だったらしいよでその最後に22個目に来た警告がそのセンシティブの方だったんよ。まあ言ったらエロまあ AV だからねっていうものだったらしいよね。うん、だからちょっとこの辺があのー、まあちょっとひょその。 YouTube の活動をしてない人にはちょっと分かりにくい表現なんかな本当に22回バンあのなんだろうあの遊戯王分かる人は分かるかもしれないけどさバーサーカーソウルであの魔導戦士ブレイカーにめった切りにされたあのインセクター羽賀みたいな状態になってるバサバサ嫌いでそういうことじゃなくて警告がその本来3回でいいものが二十何回来てるっていう意味なんよまあだからまあバンの回数で言うんだったらまあ7回かな <laughs> 21だから。 かける3でまあ21だからまあ7かな7回バーンされてるみたいな感じなかな。うん、でまあそんなことがあってでまああと他の何人かあの参加者の方その謝罪をしてる人してない人関係なくその潜ってる人とかも含めてあのバーンされてる方が何人かいてでも何人かなんよねその全員がやられてるわけじゃないのよ。 t w ツイッターの方でもちらっと言ったんだけどあのこういうのでなんとなくイメージするのってまあ見せしめじゃないけどまあこれ人間がやってる場合の話よ多分これ AI とかがやあの YouTube の AI とかで判断してるから人間がやってないからこういうことになってるんだけどこれもし人間がやってるんだとしたら本来その有名どころで登録者が多い止め,る止めらとでそのまあ主催者だったあのキカ,キカゼだっけ だっけあのお嬢様ねあの人あの2人が、まあ、バンされたりするのがまあ上等ないねあで他の人は警告みたいな実際警告1個でいいわけやんその今回の出来事1つ取るんだったら警告は1個でいいわけだからそのだから本来他の人はまあ警告であとその主催首謀者の人だけがその バンされるっていうのがまあ順当な流れなんかなと思ったけどそうじゃなくて全然関係ないとこも行ったりとかしてたりでも普通に生き残ってる人もいたりとかしてるからでしかも AI だからその謝罪したとかしてないとか関係ないよねぶっちゃけそんなのはそんなとこ見てないしまあ動画が消えてるかどうかとかはあるんだろうけどその非公開で残してる人もまあいるんでねだからまあそういうのも含めてその。 うんむ難まあそのまあ AI がそのなんだろうなざる判定で消してるっていうバンしてるっていうのももちろんあるんだけど、まあ、このなんか不可解なその最低というか不可解な動きは多分ねその集団通報とかそういうあらとかにもあるんだと思うよね。うん その誰に集中したとかこいつがなんか目立ってるからこう言ったとかっていうのがいろいろあったりすると思うよ実際問題だからそういうのがあるとしたらあのせっかく目立たないようにその沈黙を守ってまあ一応配信とかはされてるんだけどその表立って Twitter とかでそのアナウンスとかをしなかったりとかしてそのリンクを外したりとかいろいろとその手はずを打ってる。 ゅ淳の,のね行動に対して俺が目立たせるようなことをするのはよくねえんじゃねえかなって俺本人にも一応 DM とかで確認も取ったんよね。だけどまあ特にその,その否定というかそのやっちゃダメですとかっていう返答はなかったんでうんまあだから一応その切り抜きとかあ上げさせてもらったんだけどその。 まあ,あんまりツイッターで名前をガンガン出すのはまあ他の人が出してきたに対してそれに答えたりとかまあアンチとかも含めてっていうのはまあ,あるんだけどその俺自身が自分発信でそのひなちんの名前を連呼したりとかするのはなんか,まあやめとこうかなと思ったりしてるよね目立たせるまあ目立たせるって言ってもその今回の件でまあアンチしてるやつとか粘着してるやつとか正義中毒みたいになってるやつらは。 その参加者全員の名前を挙げ連ねてなんかリツイートしまくってその拡散したりとかでまあ集団まあ,あの拡散してるのも多分全員を集団通報するためだと思うよねまあだから数の暴力みたいなところがあるからうーだからまあそれなんか目立たすのも目立たねえもないよねまあ確かに目立たないようにすることはメリットもあるしなんか風化させやすいっていうのもあるんだろうけどだからその辺ちょっとせめぎ合いなのかなと思ってまあその本人も本人で。 あのー、まあかんない俺も直接聞いたわけじゃないからわかんないんだけど多分だけどあのー、まあこういうふうに、まあ、最初はね特に動きがなくてそのバンされたりする動きもなかったりただ単に非公開になって終わり警告で終わりみたいな感じだったムードだったのがその何人かがこうバンされる結果になって、まあ、自分もされる可能性が多分にあるとひな中もね。 そのバンされてしまう可能性があるから今下手にこれ動くべきじゃないんじゃないかなっていうふうにまあ,あ,れあの一応あの人あの企業というかねあの最強属性っていうねあの会社があるから AV のねだから、まあ、そこに所属まあ言ったら所属企業税と言ったら企業税なんでまあ言ったらブレーンがいるはずなんでまあそういう人がまあ今動くなよってしてるのかもしれないし。 まあでも一応配信はしてるから全く動いてないわけではないからまあそっちの方は言ったらファンの方は囲っとこうかな囲っとくっていうかまあちょっと言葉悪いけどそのファンの方にはちゃんとその心配をかけないじゃないけどちゃんと出て行ってちゃんとそのケアをするというかその安心をさせてあげて。 でもそのアンチとかそのなんだかんだうぞうむぞうとかまあその表立ってなんちゃらかんちゃらとかはしないっていうのはまあそれも一つの判断なんかなと思ってまあ俺はその賢明というかその立ち回りとしてはやっぱうまいなと思ったよね普通に。まあそのとめるちゃんはとめるちゃんでやっぱりあのキャラクターがあるからうまいと思うんだけどそのこの子に関してはそういうキャラじゃないしま VTuber にしたって専業ではないんで言ったら。あの そういうのもあるからそのメンタル的なものもね心配だしね下手に表その矢面に立ってそのそのなんだろうな止めるちゃんみたいに立ちまえるわけじゃ多分ないと思うからさすがにねきついと思うよそんなことになったらなんかその第二のルシアだとかって煽ってるやつもいるんだけど。 そのまあ言ったら一人一、まあ、人だけってこともないんだけどあの表だって謝罪とかその告知とかみたいなのをしてないからだからまあそういうのもあるからそのそういうので叩いてなんか裏切り者のルシアとかなんか一人だけ逃げてるみたいなことを言ってるやつもいるんだけどまあこれは各々のの立ち回りだからね別にだから別にそこは何の問題もないとは思うんだけど、うん まあただそのバッシングを避けるというよりも本人の,そのメンタルとかそ,のそういうものを避けたいよねだからそのなんだろうその実際にその最低というかまあ判決じゃないけどそのバンされたりとかまあ動画が消されたりとかその you YouTube だけじゃなくて Twitter なり他の配信サイトなりがその潰されたりとかっていうことが起きることよりもそのバッシングの,その言葉とか。 そういうものの方がやっぱメンタルに刺さってしまうかもしれないからその必ずしもメンタルが強いわけじゃないしその深層組の皆さんとかこういう炎上に離れした人たちじゃないからそういう人を矢表に立たせるわけにはいかないと思うよね実際問題だからまあそういうことがあるんだろうなと思うだから実際の実害っていうのは基本的にその チャンネルを消されるとか、そういうことだと思うんだけど、そう、そういうことではないと思うよ。それを避けて逃げてるわけでは多分ないと思う。まあ、それに関しても、まあ警戒はしてると思う。あの、そうなる可能性もまああるだろうから、覚悟の上だとは思うけど、その、それ以上に、そのバッシングが直接直に来ることを避けようとしてるんじゃないかなって思うよ。うん。その会社側も、本人がっていうよりも、会社側がね、守ってあげようとし。まあ、守ってあげないといけないしね。 実際問題、うん、そのこういう過激なやり,やり方というかそういう面白さができる人たちが大半だと思うんだけど今回の企画に参加,し参加した勇者たちはね。だけど実際問題そのみんながみんなその離れしてるっていうか場数を踏んでる人ではないんで。 そ,のそういう意味でもケアは絶対必要だなとは思ってだからそれをなんか下手になんか煽り立てたりとかその応援するという名目でさなんかゴリゴリに「まあ、俺もこうやって解説してるからまあしてるじゃねえか」と言われればそうなんだけど、まあ、別にこれはね俺の些細なあれなんでそんな俺もそこまでの拡散力はないんで。だからまあ かなとは俺はは俺思ったりはしてるよねだからそういう意味でなんか派手に、まあ、他の,その例えばとめるちゃんとか、まあ、他のとめるちゃん以外の、まあ、言ったら止めるちゃんとひなちゅん以外に関しては俺もそこまでその接点もないしその話しようもないんでそ,のそこに関してはそもそも語る理由もないんだけど止めるちゃんに関してはああいう動きをしてるから俺は Twitter とかであえて盛り上げたりとかその煽り立てたりとかいろんなことをしてるけど。 ひな中に関してはあんまりそういう風にはしたくないなと思ってるんよ。うん、そ,のそれが本人のメンタルに影響しちゃいけないしその少なからず見てくれてるということがなんとなく分かってるんで Twitter とかのつながりだったりねもう一応あるんで全くないわけじゃないんよ。あの裏で一応話させてはもらってるんではな話させてるっていうかその報告はさせてもらってるんで。でまあその それが全てとかではないけど一応その俺のツイッターの本垢の方そのひなちゅんとあと会社、あのー、最強属性の社長さんにもなんかフォローバーをいただいてるんで、まあ、一応その俺の行動なり言動なりをまあ受,け受け入れたというかそ,のそこまで嫌ってらっしゃるわけではないんだろうなと思ったんでそれに対してはまあ一応俺も誠意で答えないといけないなと思うんで。 だからそういう形でなんか下手に林立てるような相手ではないなと思ってるんでだから純粋に好きなんでねあのこれに関しては前の三毛猫さんとかまあ今の雨宮なずなちゃんとかもそうなんだけどまあうーんまあ炎上はしてないけどあとあのミクロンもねそうじゃそうなんかもしれないけど。その えっとまあ俺もね暴走してしまうことがあるんでそれを必ずしも俺のそのな止めるちゃんじゃないけどそういうことはまああるんだけど基本的にその本人のなんか応援してる体で本人にそぐわない行動をしてしまうのはあんまり俺としてもあんまり嫌なんで、うん、その応援する意味でね俺の活動自体に関しては別にその人たちとは関係ないんでそこは好きにさせてもらうけど。 その人たちに関する行動をするときはある程度その,その人の方針だったりとか考え方に沿うようにはしようと思うんでっていう感じかなまあでも純粋に本当にあの好きで声もまあその 2D のビジュアルももちろん好きなんだけど側もね中の人も好きなんでという感じで応援をしていきたいなと思ってますねっていう感じですまあ いいろろねまあそのとめるちゃんの方でいろいろあったんでそのツイッターなんかも大盛り上がりで昨日なんてあれだったもんねあのまあその赤が一回バンされてそのまあ復活を復活というかまあ新赤でね復活してるんだけどあのそっちの方ではねなんかいろいろそのおつや配おつやっていうか葬式配信をやってみたりとかまあいろいろあったんだけどその前ね復活する前にさとめるちゃんの赤がバンされた時にあの。 みんなねその真相組リスナーの止めらーたちがなんかみんなこぞってなんかスペースをやってワイワイ話し話それについて話しててなんか、あのー、前のねそれこそルシアちゃんの時を彷彿させる感じになってるみたいなことアンチ勢とか、まあ、ガヤたちが言ってたような気がするんで、まあ、言ってたらしいよねなんか俺も直接それ見たわけじゃないんだけどなんかそう言ってるその止めらーの人がいたんで、まあ、らしいんだけど。 まままあまあまあそんなもんよね結局そういう熱心でそのなんだ俺はそうじゃないし俺はそういう考え方は好きじゃないけどその寄遊民とかそのなんだろうな悲観的になったりとか好き,好きがゆえにやっぱりなんだろうなそれだけこう感情的になってしまう人間はまあいるんでねそれはやっぱりそのまあいくら V だろうがいくら配信者だろうがいくらねバーチャルだろうが何であれ。 好きなものは好きなんでねそれはまあそういうふうになってしまうこともまあ不安になるから誰かとその仲間と話したい気持ちもまああるんだろうしねまあその辺は別に俺はどうこう言うつもりはないんでまあ俺はそこには参加しようとは思わなかったけどちょっとねただまあいろいろ Twitter では語らせてもらってるからそれはそれでいいんかなと思ったりしてますねはいまあだからとめるちゃんの方はそれでいいのよまあうん あのー、まあいろいろ今後もあるとは思うけどいろいろ見せてくれるしいろいろ起こしてくれるとは思うけどまあそれはそれでねその <laughs> やっぱバカ図を踏んでるからその強いとは言わないけどその場数を踏んでるだけその、まあ、あとその真相組の,そのセバスとかねあとその運営とかねもうやっぱり場数を踏んでるしっていうのもあるし、まあ、リスナーたちも。 その訓練されてるしっていうのもまああるからそっち側に関してはねもう本当にもう祭りでいいと思うんよ今回の件はねまあまだ終わってないけどぶっちゃけでまあそれよりも俺はやっぱひなちゅんの方が気になるんで本心的にはねそのツイッターとかでのムーブではその止めるちゃんの話ばっかりしてるのはそういう理由なんですよ言ったらそ,のそっちをあまりフォーカスしたくないからしたくないというかさせたくないからうん まあ本人の意思かどうかは分かんないけどその今の動きを見るにそうだからっていう感じですねはい、まあ、ちょっと長々とお気持ちを話させてもらったんだけどはいそんな感じでちょっともう俺もちょっと鼻声がやばいんで、まあ、この辺にしときますロズテアでしたババイ